こんにちは、速稼塾の久保です。サラリーマン YouTuber J のコーナーなんですけども、今日はですね、やっぱりこの私の動画を見てくださってる方からの連絡でございます。要約しますとですね、この動画を見てサラリーマンであってもできることがあることに気づきました。そして情報発信しなければ何も始まらないということにも理解できましたということで、なんかね、ブログを始めたらしいんですよ。日々のお得情報ってことで、1日のうちに、私の動画を見て、ね、これ得だなっていうふうに感じたこととか、これは新しい気づきや発見だなっていうことをサラリーマンじゃ得られない情報として紹介してるらしいんですよ。で、こちらの方をブログでまとめてポイントサイトもたまにやりながら、そのポイントサイトの登録 URL をアフィリエイトしていくって形になるそうです。まあ、このね、ブログの方ですけども、記事がある程度まとまりましたら、久保さんのメディアで紹介してくださいますかっていうことなんで、もちろん私の YouTube で紹介させてもらいます。まだ売り上げになったりとかね、記事がたまったわけじゃないんで、ちょっと恥ずかしくてまだ公開できないということなんですけども、恥ずかしがってる場合じゃないですよ。途中まででいいんで、しかもね、1記事でもいいんで、まずは私が1日も早く1人でも多くの方に紹介するっていう風なスタートラインが大事だと思います。かっこよさとかはね、誰かに見られて恥ずかしいからっていうことを言ってもね、始まらないんですよ。見ませんから誰もだから誰も見ないと思ってですね、どんどん公開していった方がいいと思います。1日も早く始めれば1日も早くチャンスが回ってきますんで、これがね、1週間後になってしまったり1ヶ月後になってしまうと、大金を得るのも1週間後とか1ヶ月後になってしまいますから、やっぱりね、サラリーマンとしての人生っていうのはそんなに長くないと思います。本当にですね、お勤めになってあっという間に気がついたら60代定年だってことになってしまいますので、気がついた時にもうすぐ始めた方がいいです。で、できることは全部やっていった方がいいです。所属が最大速というね、精神を忘れずにサラリーマン生活やっていただければいいんじゃないかなと思いますよね。それではね、本日は以上でございます。サラリーマン YouTuber J、対談のズームライブがいよいよ明日になっております。一体ね、どういう風になるのか私もちょっと想像がつかないというかね、J さんから連絡がなくなっちゃったんですよ。これは一体どうすればいいんでしょうか。私はね、放送やめませんよ。 J さんからのレスポンスがあろうとなかろうと、私はこの更新をやめませんということなんで、次の J さんはあなたかもしれないというね、びっくりしますよね。はい、以上でございます。